What's up, you're my mother? Zone, my life.明らかにもうモハブログの動画のコンテンツ欄を見てもらえばわかるけど、最近ゾーンが明らかに増えてると。それ、なんでか、まだみんなには言ってないよね。うん、あのゾーンいいねめっちゃハマってきちゃってハマっちゃってるよね。ゾーンを聞いてこなかったっていう人種が多分日本国内で少ないよね、まあ、だからこれはヒップホップリプレイ。今日見てくゾーンマイライフ8年前、1,966万再生。うん、日本のヒップホップであんまり聞かないから、1,900万再生、5,900コメント。うん、だからゾーンはサブスクを出してないから。そういうことか、みんなここに見に来るわけ、ね、まあゾーンのライフ見ていくか。8年前だからまだ多分、まあ、今ほどではないと思うんだよね。成り上がり途中ぐらいかな、うん。いや今回エモいぞ。エモいね。洗面台もまだちっちゃいかった、普通の賃貸の、うん、あのまあ普通のやつだし。ああ一番エモいところ見てないね。あの家族写真よ、ディズニーのこれね。はい、ミキーマウス。ミキーマウスね、はい、今回は本当に感動してくやつだね。これマイライフだね。繰り返しの生活、目をこすり開ける玄関、朝から晩ただ働く、月から土までまた変わらず、いつも汚れた作業着、一服するタバコと缶コーヒー、思い通りにいかぬ日常に、ふてくされに似た息通り、またいい期間、これはまだ序章、高く飛び上がるためにある助走、昼休憩は嫁の弁当、俺より朝早くありがとう。おい、ほらめっちゃよくね。めっちゃいいわ。全部がやばいね。これエモブログだ今日。エモブログチャンネルです。エモブログチャンネルです。どうぞ、はい、ようこそ。あの笑いとか追求しません。ない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 。まあでもこれはまだ上昇。8年前だから今から逆算できるけど、本当に上昇だったね。今を見ると。いやそうね。あそういうことか。そう。あ確かに。しかもさ、何が素晴らしいってこれ愛を感じるのよ。嫁さんへの。朝早く目をこすり上げて向かう仕事。けどそんな私より早く起きて作ってくれるお弁当ありがとう。いつもありがとういやそのエモートは何涙そんなすぐ出ないから な, なるほど、まあ、なんか謎のエモートしたなと思ってけど流れてる感じを出したと思ったんですけど、はいはいはい、新エモートねエモートっていうのやめてくれ昼休憩は嫁の弁当、俺より朝早くありがとう、うん、冬は寒い夏は暑い、それでも夕焼けが素晴らしい、地味で泥臭い毎日、実家で野菜もらう帰り道、大体こんなもんさ my life、 昨日も今日もまあ変わりない、何にもいいことなんてない、でも言葉にできない感謝に愛、信じたいものを信じたい、守りたいものを守りたい、題名なんてついてない日、握る小さな手と MIC、 繰り返しの生活、クタクタで開ける玄関、娘たちの声おかえり、あったかいご飯またおかわり、テレビを消して話をしよう、学校のこと保育園のこと、誰が好きとか何が嫌とか、将来は何になりたいとか、ああ映画見てる今。いやそうね、ショートムービーだよね。そう入っちゃってるんですよ。そう、俺、我々今入ってたよ。いたよね、新小岩に。あれ一緒に娘と話してたよ、今。そうね。ああ、たかしくんが好きなんだ。オッケー、じゃあ明日たかしくんやりに行くわ。あ、なんだ？あ、お花屋さんになりたいの？え、ちょっと待って、ごめん、スルーしたんだけど、明日たかしくんやりに行こう。確かに。俺に娘がいたらの話だけど。俺将来娘できたら俺ヒップホップから遠ざけるから間違いなく、うん、それは間違いオペラしか聞かせないから。いやそうねそうね、将来は何になりたいとか、誕生日に手紙をくれたな、下手な似顔絵もくれたな、どうもありがとう、本当ありがとう、別に悪くない、今日も明日も、お前らのためとは思わねえ、そうじゃなくてお前らのおかげ、なんつうか生きる意味を痛感、心が揺さぶられる瞬間、
だいたいこんなもんさ My life 昨日も今日もまあ変わりない。何にもいいことなんてない。でも言葉にできない感謝に愛。信じたいものを信じたい。守りたいものを守りたい。題名なんてついてない日。握る小さな手と MIC。 あー握る握る小さい手と MIC。握る小さな手と MIC。 めっちゃいいよね。スムーズだね。ストーリーが伝わってくるしね。これうまいね。これはファン多いわ。共感できる人めっちゃ多いと思う。完全になんだろうな、うん、やっぱそう言ってくれたわ。全部一回黙ろう。はいどうぞ。題名なんてついてない日。握る小さな手と MICマグカップもいいね。ただの紫のマグカップかと思ったの。はい。握る小さな手と MIC。 あっ危ないと嫌です。パパだね。あのディズニーの時にね。ディズニーのお土産だね。みんなお揃いで買ったのかな、いろいろ。素晴らしい。あのいい顔してるわ。あとあえてこ の入れる時は紫だって思わせといて飲む瞬間バズライト。これ頭いいね。計算してるよこれ。これ計算してる。これ偶然できたシーンとは思えません。こんなん俺らが見逃すわけねえ。ない。だから最初からのあの皿洗いのシーンとかあれ全部布石です。このバズのための。うん、布石です。お邪魔します。はい。おお猫だ。これはもうまあこれもはか黙ってないね。この猫はかわいい。かわいい超文種ですね。まあ俺だったら、まあ、腰んとこ持つから。まあでもかわいいこの文種。何も分かってないよ。カメラも分かってない。アンパンマン実家か、うん、あ実家なのかな。でこっちがいいよね。繰り返しのセイタース。はい。次はバズを見せてくると。見して、もう終わったから。もうね。みんな見たでしょって。繰り返しのセイタース。うん。パッと付け開ける玄関。うん。いつもと同じウェイ。でも行き先はステージの上。金ピカのチェーンなんて持ってない。高級車にだって乗ってない。でもここに誇り持ってたい。少年のよう夢を追ってたい。踏んだり蹴ったり散々舐め。諦めることは簡単だぜ。ガンガン前人生いっぱい。生きていたいただ精一杯。60ワットの栄光さ。全然金なくても成功者。一本道を行こう。洗濯物干すのもヒップホップ。今のバースはちょっと刺さったな。まだ金ピカのチェーンもダイヤモンドも持ってないけど頑張る。今やってる生活するのもヒップホップ。次のゾーンのライブ行きます。あー行きたいね。ドームやってほしいね。武道館出禁なんだっけ。確か仲間呼びすぎて出禁みたいな話聞いたことある。なるほどね。次ドーム出禁か。これ多分さ自分たちの年齢によって多分感じ方違うのよ。確かに無限に聴けるタイプ、うん、いつでも聴ける、いつ聴いてもいい。60ワットの栄光さ。全然金なくても成功者。一本道を行こう。洗濯物干すのもヒップホップ。大体こんなもんさ My life。 昨日も今日もまあ終わりない。何にもいいことなんてない。けど言葉にできない感謝に愛。歌いたいことを歌いたい。伝えたいことを伝えたい。題名なんてついてない日。握る小さな手と MIC。 笑おう。誰かの幸を祝えたらこれはきっとこれ以上もう見えるんだ。いや素晴らしいな。
素晴らしいでしたね。ちょっとこれは声量下がりますね。今までのゾーンで一番刺さったかもしれない。そうね、すごい共通するものが多かった。何もまだ持ってないけど頑張ってるっていうのが、うん、俺らとすごい重なるっていうか、俺らもさ、なんか普通の家庭じゃないじゃん。間違いなくね。俺はさ、妹の楽器を、自分の楽器は自分でもちろん払ったけど、妹の楽器を払うわけで、マゼンも妹の楽器を払ったりで、俺らの親の実家もさ、親に家買わないといけないじゃん、うん、いろいろあるんだけど、そのためにさ、頑張ってる活動の一つがこれじゃん。お金にはなってきてるけど、まだ自分では贅沢してないじゃん、一個も。ダイヤモンドとかゴールドとか。要するに、なんかすげえ刺さったわ。うん。ちょっとやめてくれて、エモーショナルになるわ。今まで聞いてきた音源で一番刺さったかもしれない。まあ、確かに。なんか、振り返ったよ。俺ら頑張ったな。あと、うわ、もっと頑張ろう。そうだね。これ定期的に見ると、すげえ頑張れそうだな。てか、なんかこの曲サブスクになくていいかも。なんか定期的に振り返りに来るっていうのがやっぱいいかもね。いいね、これ。そういうのいいな。マーケティング含めて天才だな。天才だよ。バズも含めて、うん、それ言おうとしたマーケティングジーニアスだ。ジーニアスだね、これは。ということで、最近モハブログはゾーンをいっぱい見てるわけなんですけれども、まあ見る理由が分かりますね、はい、これで。他のゾーンのリクエストがあったら動画、一応俺のバーバーに言われたのは、マイライフの次にロスト見てくださいって言われたんだけど。なるほど。まあそれが正しいなら、それもちょっと教えてほしいね。あ、ロスト、ロスト、お、失う。ちょっとさ、なんか怖いね。なんか見たいね。それも含めリクエストあったら、みんなコメント欄まで上の高評価もお願いします。また次の動画でお会いしましょう。